全然分かんなくなっちゃった。青年賞の17歳ですね。歳です。こんばんは。え、違うよ、イソギンチャク。絶対野菜じゃない、野菜じゃない。え、イソギンチャク、イソギンチャクってなんだっけ。人でありがとうございます。カイありがとうございます。タツノオトシゴありがとうございます。タツノオトシゴ、え、イソギンチャクってなんだっけ。なんで忘れちゃった。え、ニモがくれるところ、ああ。タツノオトシゴありがとうございます。ああ、わかったわかった。もじゃ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 してるやつだ。こんばんは。はい、野菜じゃないじゃん。え、植物、あ、でも植物なのか。あ、そうか。急ぎんちゃくね。こんばんは。今日も後半からカラオケ配信します。金魚ありがとうございます。こんばんは。生き物です。生き物、え、あれ食べれるんだね、すごい。今日も幸せでしたか。あのね、あれなんですよ、あの幸せでした。なんか違うの、なんかあんまりさ、何、普段さ、地元の友達とそんなにさ、連絡取ることもめっちゃあるわけじゃないから、なんかさ、お誕生日ってさ、なんか久しぶりにさ、なんで、なんだ、連絡する機会みたいな感じで、まだまだ LINE してる。ななこ先輩に連絡しました。昨日夜12時過ぎに連絡しました。そう、あのね、そんな感じなんです。地元の友達と連絡を取って取って取ってました。こんばんは。生誕シャツ届いて、お、私の生誕グッズ嬉しい、来てね。こんばんは。でもね、そう、友達にもね、あれ、11日誕生日の子がいて、その子にも連絡した。今日絶対古田葵生誕祭2020。あ、そうなんです。なんか私古田葵でエゴサしてたんですけど、あのファンの方に、あの古田葵生誕祭2021でやったら多分もっと出てくる、教えてもらって、そしたらほーっと思って、私が思った以上にたくさんツイートがあってびっくりしたから、今日あのもうすごい朝いいねしてた。まあ昼かな。昨日でちょうど1年。ありがとうございます。生誕祭の招待状ください。招待状ですか。招待状、そうですね、気が向いたら。嘘ですね。でも生誕祭いつになるかまだわかんないからね。だってまださ、いっぱいさ、あれじゃないですか、あのやってないメンバーいるからさ。まあそれも楽しみ、今後の楽しみ。
こんばんはにします。ね、もう生誕祭祭り、そうね、次浴衣だよ、この日この日ね、今年は桃太郎アイス食べてない、まだまだというか、まだというか、貝殻ありがとうございます。でもなんかさ、びっくりしたんだよね、桃太郎のさ CM が流れてたの、あの桃太郎アイスの、新潟になんか桃太郎アイスっていうアイスがあるんですけど、なんかかき氷にいちごシロップをかけてそれを固めたみたいな、すごい美味しいんですけど、桃太郎アイスっていうのがあって、人でありがとうございます。それのね CM やっててびっくりした。え、どんな CM だったっけ、なんか忘れ、なんか普通の CM あとなんかさ、桃太郎となんか似てる、なんだっけ、なんか緑バージョンの名前忘れちゃったっけ。私ありがとうございます。あ、人手だったあと、これはダイオウグソクムシじゃなくて、タツノオトシゴありがとうございます。そう、桃太郎の CM、 あ、サラが、そう、なんかサラが T シャツ着てたよね私ダイオウグソクムシ好きなんですよ、なんか可愛いから好きなんですけど、いや見たことない。こんばんは、鉄の落としがありがとうございます。かいありがとうございます。全然マニアとかじゃないよ、全然。人でありがとうございます。全然そんなんじゃないですけど、すごい好き。すごい好きです。なんか、でかい。カタツムリじゃない、でかいダンゴムシ好き、ね、ダンゴムシさ、ダンゴムシ好きだから、メンダコって平らなのだっけ、でもさすごいよね、でもなんか深海のさ魚ってさ平たいのが多いのってさ、何、重力に負けないように、負けて平たくなったのか分かんないけどなんかちゃんと何、水がいっぱいあるじゃん深海だから、それでなんか平たくなってんのって、まあそりゃそうだったけど。こんばんは、あ、そう、水圧水圧畳足って何、畳足、知らない、グソクムシ、ダイオウグソクムシ、ツーディーか、そうね、そうです、そうです、ですこんばんは、全然雑学、雑学全然知らないんですよ、全然そんな、なんか深海魚マニアじゃないから全然まだ、ありがとうございます、全くもってそんなマニアでございません。ダイオウグソクムシって結構あれじゃない、何、王道だと思うんだけど、私の中だと。こんばんは、貝殻ありがとうございますと思うんだけど、17歳初日にふさわしい話題だ、いや、それな、それよ何話してるんだろう、人でありがとうございます。タツノオトシゴ、タツノオトシゴ出てこない、タツノオトシゴありがとうございます。
深海魚は深海ではし、え、ってことはさ、水圧でさ、平たくなってることだったらさ、上がってきたらさ上がってきたらこんな分厚くなるのかな。え、ダイオウグソクムシなんて私食べたいとは思わない。17歳1日だからね、不思議よね私チンアナゴ、チンアナゴは別に普通です。あ、え、アンキモ私大好きですよアンキモ好きになりそう。いやもう好きになってる、結構何年も前から好きです。私チンアナゴありがとうございます。こんばんは。アンキモは美味しいよねアンキモは美味しい。チアナガありがとうございます。結構昔から食べ、最近好きになったとかじゃないです、全然前から食べてます前から食べてますっていうあれだけどさ、そうね、なんかそういう何アンキモ、なんかキモ系あの好きです。貝ありがとうございます。アンキモは家で食べました人でありがとうございます。タツノオトシゴありがとうございます。タツノオトシゴありがとうございますあとさ、バイガイさ、ちょっとさ、すごいバイガイをさ、一回富山で食べてさ、そっからバイガイ好きなんだけど、バイガイってあんまり食べれる機会ないじゃん。バイガイ食べて、バイガイ美味しかった。あ、ノドグロ食べたことないの。新潟、え、ありますあります。新潟市にはマリンピアがあります。あの海の方です。ダメだ、さっきまで魚の話してたのに今魚の内臓の話して可愛くないな。ちょっとちゃんとホンビノス、え、ホンビノス貝、何それ。でもおつまみの味、おつまみ系の味。でも貝はさ、貝はね、おつまみの味だよね。サザエさん派。サザエね、サザエってどんな貝だっけ。でも貝ちっちゃい頃から好きだったバイガイ食べたい。あれ富山名物なんだ、富山名物なんだね、バイガイ。お寿司食べたくなってきたけど今はパンしかないので泣きながらパン食べます。ちょっとまあ真逆すぎて大丈夫。せめてお米とかは、お米とかはお米とか、あおちゃんの容姿なら好きな食べ物はいちごって言いそう。いちごです。でもいちごも好きですよ。でもいちごとあんきもあったらあんきも食べちゃうかもちょっとそれは極端すぎか。でもそうって多分パパからサプライズなかった。え、パパから連絡来てないんだよねちょっと重大だよ、重大。まあまあまあ忘れてることはないと思いますけど後でママに電話してパパに代わります。こんばんは。
もっとあんたは男や。お？私が女の子。17歳の女の子です。急に何ですか。こんばんは。両親からの、あ、なんかママはなんかあげるよ、なんか欲しいのないのって言ってくれたけど、いいよ自分で買うからって言っちゃった。申し訳ない、反省。パパ何か凝ったこと考えて結局は間に合わなかったんかな。どうなんだろうね。どん考えてたの、考えてんのかな。そう言っちゃったからママに後で電話する。ヨギボーはさ、別にこれあるからいいやって思ってる。黒猫来るかな。黒猫ヤマトの宅急便来るかな。プレゼントです。そっか、私来年免許取れるの。もしか、無理、青が車運転するなんて無理。すごい、私が車運転できる年にもうすぐなるなんて考えられない。運転したい、免許取ろう。こんばんは。マリオカート得意ですよ。マリオカートめっちゃ得意だって。あれさ、早く行くだけじゃん。だって信号とかないじゃん。やば。そうね、マリカだってさ、アクセルって全部踏むものじゃないんでしょ。どうしよう、全部踏んじゃいそう。全部踏んだらすごいスピード出ちゃうってこと？なんかそういうのやめてほしいよね。やめてほしくないけどさ、なんかさ、こうやって何、もうこれくらいのスピードまでですけど、これ止まればいいのにって思う。運転席に赤字、それはないですよ。だってもう18になるから。でもこうやんだ。でもさ、あのさ、農業のさ、田植えのさ、コンバイン、あ、コンバインって言うんだっけ。タツノオトシゴありがとうございます。あ、覚えた覚えた、タツノオトシゴ。運転する時もさ、めっちゃスピード出しすぎてさ、速い。あ、トラクター、トラクターなんかトラクター乗って、なんかスピード出しすぎちゃって速いってめっちゃ言われて、そっからも超ゆっくりで遅いって言われて。私もわかりません、もうどれくらいのアクセルなんですか。こんばんは。怖いなぁ。いや、頑張ろ、運転頑張ろ。そうね、ゆっくり優しく。そっか、もう免許取れちゃうのか。でもさ、なんかさ、すごい2007年生まれの子とかがさ、もう何、2007年中2とかか、考えてさ、いや2007年生まれの子なんてちょっ
と小学生のままだと思ってたのにとか思ってたけど、よく考えたら今って2021年なんですね皆さん。そりゃみんな成長するわって今日思いましたちょっと当たり前のことすぎるけどさ、分かってほしい。なんか私がもう17のこともびっくりするしさ、まあ、2009年とか2010年とかさ、そういう子ってもう永遠に小学生とか幼稚園生とかだと思ってたのにさ、まあでも今2021年だからそりゃそうなるかって今日思った。私は2004年なので平成16年です。こんばんは。そうで今日は改めて思いました。だからね、そう、え、2004年ってつい最近なの？まあでもさ、人によるのか、最近って人もいるし、めっちゃ前って人もいるかもしれないけど、平成16年、そうなの？昨日のことなの？でもさ、17年最近よ、最近なんだ。こんばんは。でもさ、私さ、なんか小6の頃とか小4の頃とかさ、なんならそれ小1の頃とかさ、記憶全然あるからさ、もう最近って感じ。2014年とかめっちゃ最近なのに、2014年とかがもう7年前とかなのもびっくりしちゃう。ノストラダムス、え、ノストラダムスってさ予言者でしょ？え、違う？なんかノストラダムスの予言みたいな え、ってやつでしょ？え、違うのかな？え、そうだよね。なんか何年に地球がなくなっちゃいますみたいな。私なんかそういうのいっぱい聞いたけど一個も信じてなかったあおちゃん携帯持ったのいくつ？私が携帯持ったのは小学校2年生の時にキッズ携帯を持って、で、あのキッズ携帯ってさ、なんかもうボタンが1個しかないみたいな、電話しかできないみたいな、しかもお父さんとお母さんとおばあちゃんしかできないみたいな携帯を持って、それを小4くらいまで使って、小4から1年ちょっとガラケー時期があって、で小5のクリスマスにスマホをもらいました、サンタさんに。1999年に恐怖の大王が降ってくるという予言です。誰それ、絶対嘘じゃん。恐怖の大王が降ってくるってちょっと無理あるくない強なのありがとうございます。ずっと iPhone です。スマホにしてから、今も、今はキッズ携帯じゃないですよ、全然全く持って。え、青もさ、もしさその時代にいたら信じてたのかも。え、そっか、恐怖の内容なんて想像しちゃった今、なんか目が光ってて角生えてる大きい人がドンって降ってくるみたいなでもなんかさ、あれ何、なんだっけ、なんかね、
先女、口先女。なんか私お兄ちゃんがすごいさ怖い映画とか見るの好きで、好きな割にお兄ちゃんすごい怖がりなんですけど、だからお兄ちゃんが一人で見るのが嫌だから、あの当時幼稚園とか小学生くらいの時に一緒に見させられてたんですよ。口先女とか、なんかあの口先女とか、何なんか怖いやつ、恐怖映像とか見てて、でお兄ちゃんに口先女が来たらこうやってこういうことを言うんだよみたいなのもう永遠に言われ続けて、てか なんて言ったか忘れちゃったけど、そうなんか呪文唱えるんだよってお兄ちゃんに教えてもらってたもし学校行って学校の帰りとかに口先女に言ったら絶対にこういうこと言わなきゃいけないよって言われてた、教えてもらって言い聞かされてたあ、テケテケもめっちゃ、テケテケめっちゃ怖かった。だからテケテケがもしいたら目合わせちゃダメって絶対思ってた。いるわけないけどさ、え、でもそうやって出てきたらどうしよう、え、でも絶対出てこない。そう、あのね、テケテケもすごい怖いよね。なんかテケテケはちょっとグロいよね。こんばんは。私系なんかね、なんかおまじないがあった、なんかあったの。みんなこういう話するとさ、後ろって言うけどさ、後ろ壁だから何もないよ何もないから大丈夫です。テケ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 は怖かったな。でも私チャッキーが一番怖いと思ってる。チャッキーさ、なんか私のママとお兄ちゃんがそういうの好きだから、あのすごいね見てたんです、一緒になってで私のお母さんとお兄ちゃんもなんか会うに全然気を使わないで見るから本当にそうなの。だからすごい怖いの、チャッキーが一番怖かった。あ、本校は一人で見れないと思う。でもさ、なんかね、そういう恐怖映像ってね、音消せばあんまり怖くなくなるらしいだからお兄ちゃんそう言ってた。だったら見なくていいじゃんねって思うけど。怖いの大丈夫なの？日によります日によるでもあんま怖くない時が多いけど、なんかもし怖くなったらなんかもう私のことなんてどうでもしてください精神でいるといいよってすごい前から言ってるけど本当にそうなの。なんかもうどうでもいいって思うと怖さもなくなりますバイオハザードやゲームとかってこと？ゲームでも見たことあります、一番最初のやつなら。日によるんですの電気つけた時に何か足の多い虫が走り去っていくのって怖ない？怖いってどういうこと？こういったことでもびっくりしますね。びっくりする私はバイオハザード映画ある、映画だけ、映画なんかさ、あ、30分経ちた、あのさ、なんかさ光が出てきてその光に当たると切れちゃうみたいな、そこ
このツコめっちゃ覚えてる。小学校の肝試し、あのねありましたけど、あの修学旅行ではいなかった肝試し。でもなんか夜で学校でなんかお泊まりするみたいななったけど、でそれ行かなかったからやってない。それちょっと行かなかった、学校の学校の行事寝るとき枕派、枕派、枕派です。あおちゃん、あそう、それもねなんか話そうと思って、歌唱力ナンバーワン、今日ちょっと話してから時間あったらやろう。あの歌唱力ナンバーワン決定戦、あの出ますってマネージャーさんに言いました出ます、歌唱力参加しますそう、今年昨日あの開催が発表されて、でも私は結構、まあ、前からもらってたんで連絡ありますみたいな聞いてたけど、あのね去年出ました、去年出て、去年出ましたわかる、今までさちょっとめっちゃ深海魚の話とかしたけど、いいね、ありがとうございます。そう去年出て、なんかなんだろう、私歌めっちゃ今まで苦手意識しかなくて苦手意識しかなくて、でもう1年前くらいかなからなんか何ちょっと苦手意識がなくなったというか、歌も頑張らなきゃいけないって思って去年出て、でなんかすごいいい経験になったから今年も出ようと思います。そうね、りかさんとななこさんも出るってね言ってましたね。あとはなんかそうね、そのままなんか何も言ってない、なんか公演とかでも結構割と昔より褒めてもらえることが多くなったから、この際って思って、いや頑張ろうと思います。歌唱力、ね、緊張するよ。でもまだ選曲も決めてないから、あかん、まだ決まってないけど、ちょっとね選曲からね力入れてく選曲から力入れてく。そうって思って、そうそんな感じでございますね。だから楽しみにしててください楽しみにしててくださいね。でも NGT まだあんまり出ますって言ってる子あれだけど、どうなんだろうね。ね、そんな感じで参加したいと思います昨日葵ちゃんのこと、え、見た、あのさ、あの誕生日の時のみんなのさツイッターとかフォトログすごい好きでさ、なんか昨日12時になっても確認して、今日の朝も確認したし何回も見た。あと私ね、ゆめたんのね、ゆめたんが各メンバーのフォトログめっちゃ好きなの。まだ見てない方ぜひ見てくださいまだあるかな、
感じで、そんな感じでした。だけどなんか歌唱力歌唱力頑張りますってカラオケするのちょっとなんか恥ずかしいけど、少しだけカラオケ配信しますね、でも去年出た子とか出る子多そう。全然わかんない、全然話してないけどさ。え、でもなんかあれなのかな、どうなんだろう、去年と同じ感じなのかな、曲的に。まだ全然わかんないけどね。え、どうしよう痒いな、なんか。え、虫刺されて、でも私虫刺されてない、虫刺されたって思って、手汗がすごい、やばい、話がちょっと。そんな顔で見るなよ、いけないこと言いたか、そうずっと思ってた気持ちだ。別に今じゃなくてもよかったのかもしれない、感情が高ぶってごめんね。君は不意にそっと考え込んで、僕を憐れむように微笑んだ。一番恥ずかしい流れ振られたんだ。友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて、何のフォローにもまるでなってなかった。このままでいましょう、恋愛は無理なんだね、絶対に気まずくなりたくない、5分前のこと忘れよう。どこがダメなのかって聞くだけ見れたらしいね、理屈ではないんだよね、フィーリングか。またいつか濃くっても変わることないんだね、可能性も全然ないこの恋。僕は何も気にしてないように、すぐにジョーク言って笑わせる、本当は傷ついたのに平気なふり。きっと私よりいい人がいるわなんて、上から目線はやめてくれないか。優しくされてもなんか惨めになるだけ、付き合えないなら同じことだよ、5分過ぎた後泣きたいよ。歌詞間違いそうになった。友達でいましょう、嫌いじゃないのよなんて、何のフォローにもま
ままでいましょう。恋愛は無理なんだね。絶対に気まずくなりたくない。5分前のこと忘れよう。次、海を見てると切なくなるよ。白い波が寄せては消える。夕日が沈む平の海。一人きりの時間潰した。話したい誰か、どこにもいないのは僕のせいか、君のせいなのか。真っ暗になればいい、光はいらない。星たちよ出てくるな。今は世界から、世界から忘れられたいよ。一つの恋が終わった。なんか緊張する。いい岬を巡り夏が近づく。風も潮も浮かれてるのに、人影のない心の奥で淡い夢が遠ざかってく。寝たい場所がどこにもなくなって、しゃがみ込んでここを動けない。真っ暗が楽なんだ、構わないでくれ。街やかに見たくない。ずっと波音を波音をただ聞いていたいよ。孤独な孤独な恋の名残よ。こんな切なさを僕は知らなかった。まぶたを閉じたままで涙。真っ暗になればいい、光はいらない。星たちよ出てくるな。今は世界から、世界から忘れられたいよ。一つの一つの恋が終わった。暗闇ボトムでした。じゃあ次の曲で最後にします。
界はどこまでか、あらってもう一回やりたい噛んじゃったから、ちゃんとします。緊張に強くなろう世界はどこまで青空なんだろう、ここから地平の彼方に目を細めた、どこかで誰かが泣いてはいないか、日差しがこのまま続けばいいけれど、晴れていてほしい、澄み切ってほしい、悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空僕は信じる、突然予期せぬ嵐が来たって、あなたは絶望をなんかしてはいけない、待っていてほしい、見上げててほしい、この空は立ち直ってゆく、太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光輝く、おお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 、恋人よ星を見ているか、新しい明日の兆しを、全てを枕にしてから、みんなでやり直そうぜ、世界はどこまで青空なんだろう、ここから果てまで朝をならいいのに、微笑んでほしい、泣かないでほしい、幸せになってほしいんだ、嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望だ、おお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 お、僕たちは叫び続けよう、おお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 、争うことのない世界へ、青空僕は祈ろう、世界はどこまで青空なのかでした。音符ありがとうございます。ありがとうございます。タツノオトシがありがとうございます。皆さんギフトありがとうございます。ということで、以上をもちまして
ガラケー配信を終了させていただきます。本日見に来てくださった皆様に感謝の気持ちを込めて、お見送りじゃなくて明日の夜ご飯を発表したいと思います。今日は焼肉食べたい。焼肉でした。焼肉でした焼肉でした。焼肉の次の日はみんな何食べようかな。どうしようかな。決めた。明日の夜ご飯は豚しゃぶサラダです。さっぱり豚しゃぶサラダ。私豚しゃぶサラダ大好き。え、なかなかいいとこついたくないですかみんなだってお肉ばっか食べちゃって、はいあ、そこ、え、お肉じゃんお肉ばっか、お肉ばっか食べちゃってって言いながらお肉食べてる豚しゃぶ大好き まあ、そっか、私の指示でした。すいませんはい、ということで明日のご飯は豚しゃぶサラダということで、明日の配信時間を発表したいと思います。あー緊張する。明日の配信時間は夜の20時から、今日と同じです。見に来てくださいということで、明日は20時から配信します。どなたにも返信しません。はい、ということでスペシャルタイムをしたいと思います。もうさ、17歳にもさなっちゃったからさ、でも豚しゃぶサラダポーズもわかんないから、どうしようかな。17歳ポーズなんてわかんない取れました。髪の毛伸びた気がする。今日はピースにしました。れた、よかったはい、ということで、あ、でもまだ56分だ。そうですね。え、これってさ、17歳1日目っていうの、2日目っていうんですか。昨日が1日目だったのかな。今日が1日目どっちか分かんないけど、17歳も頑張ります。あ、2日目か2日目です。17歳2日目です。そっか、もう2日経ったのか。ってことは、あと363日になっちゃったってことか。あ、あと今日ちゃんと Twitter とインスタのプロフィールを変えました。忘れなかった。17にしたけどさ、はもうこの数字が16とか15とかに戻ることはないんだと思って、ね、
やまだカウントダウンした、ちょっと永遠エンドレスでちょっとまだカウントダウンはします。でも次18ってやばいよねって思いながらランキングを読みたいと思います。あ、755変えてない、755大事、変えなきゃ。え、755のさアイコンもめっちゃ昔のだよね、絶対。でもあれはなんかあれがいい気もする。いきます、ランキング読みます。13位金堂さん、ありがとうございます。12位ゾンさん、ありがとうございます。11位シロさん、ありがとうございます。10位ブンちゃんさん、ありがとうございます。9位タカラさん、ありがとうございます。8位 MS さん、ありがとうございます。7位テールさん、ありがとうございます。6位ジンさん、ありがとうございます。5位落ち込みさん、ありがとうございます。4位ポンポンさん、ありがとうございます。3位新潟和さん、ありがとうございます。2位よっくんさん、ありがとうございます。1位ビスコさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。おやすみなさい。また明日お会いしましょう。ということで、お誕生日ロス。幸せだったな。幸せを継続させていこう宣言。なんかもう、私、何でも楽しいと思ったら、何でも楽しいと思ったら楽しくなってくるんです。おやすみなさい。だからみんなも、何でも楽しいと思いながら楽しんでいきましょう。ということで、おやすみなさい。またね。ありがとうございました。バイバイ。よいしょ。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。